これもまた行きましょうか。さてさて、再度パッキン持って何にもないんでね、ジャンバーかなんか積んどきゃいけないってよかったんだけどね、これは怒れるか。これ上上がんねえな。これ上上がりましょう。これはちょっと入れんね、なんもなんでもちょっと入れないから、上から、さあ上から行きましょう。よしよし、これは大変だわ。これはドロドロになるわ。残念やね。ドロドロになりますわ。あら、大きいね。あら、すごいね、この古墳。いやいや、これはね、ちょっと手前が泥がいっぱいやから、入られんな、わしら。この、今日の格好じゃ無理やな。もっと広いかもたのに。しかしな、お、せっかく、あ、違うか、残ってるかな、広いに。いやー、入ってみたいんだけどね、どうしましょう。多いんだけどね、これ大きい、奥行き十何メートルだこれ。簡単に入れると思って来てもだからね。いやー、素晴らしいね。これ袖がないんか、これ。左袖、ちょっと肩袖かな、傘袖ですかね。いやー、すごいね、これは。そうですよね。いやいや、これはすごかったわ。今日の格好ではちょっと無理やな。これではシャツ真っ白やし、今から朝日が浴びとるからね。これすごいな、この古墳どうなってんねん。これ円墳は円墳やろうけど、ものすごいんでございます。この入り口見たら、中もう一個上のやつ見てみようか。上のやつ入れるかもしれんな。わからんな。あ、ここや。これも入られへんか。これも低いわ。あら、これも大きいや。これもかなり大きいね。あー、すごいすごい、埋まってんな、手前が。奥見えんの、奥、奥ちょっと。これもこれ10メートル以上です。これすごすご、感心しとる場合か、入れてか。いやー、簡単に入れると思ってきたのにね、入れなんだか。これをね、高さがどれぐらいあるんだろう。あの辺やったら3、40センチしかないかな。埋まってしまってるからね。奥の石は見えるか。いやいや、入れません。ドロドロになりますわ、これね。もう1基ぐらい残ってんのかな。3基ぐらい入れそうなこと言ってたね。これはもうダムやな。ああ、そう、ダムね。あの看板ね、ダムの。あらあら、見当たらんか。ジーパン入ってこないかへんな。いやー、すごい大きい石図あんねんけど。作業着着て、入りましょうかね。きれいに積んでくれてるのか、あの奥ね。すごっ。こっちの方が大きそうやね、石組は。はい、残念でございました。
なもんやからね、ダメやね。はい、ありがとうございました。山口古墳でございました。さて、じゃあ気を取り戻して、中入れんかったからちょっとがっかりしとんだけど、神社のところもあるんやけどね、古墳が上上がったところに、聞いたところによるとこの辺も古墳が何基かあると。あ、なるほど、これ古墳やな。これ古墳でございますか。古墳街、右も左も。こっちは石室入っとらんのかね。入っとらんな。これ全部、この辺全部古墳やろね。これ1基、2基、3基、4基。4基ぐらい見えんだけど。これもそうかね。5基。あ、だだだだ。これいっぺん掘ってくれたはったん、そういうことかね。これ掘ってくれたんかね。これ掘ったんやろね、これね。あそこも掘りましたか。掘ったんでしょうな。これ5分でございます。まあ確認だけだしただけでもね、5、6基ね。これも掘ってあるのかね。おお、これおそらくここに石室があったのかもしれないね。みんな掘ってあるということは。おお、これ赤いの。こっちはな、鳥がどこなかったっけ。おお、奈良盆地が見えてきたかね。あ、ここだ。これは上上がってみましょうか。何？杉高稲荷神社、冬吹若宮神社。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、行ってみましょう。あれ、これ神社や。これが古墳みたいやね。どこへ行くんだろう。こら行くんでございますかね。これ神社があるんだけど、綺麗な階段を作ってくれてあるけど、はい、失礼します。あらあら、行けないですか。あの上に山がいっぱい見えないけどね。あんなもなんかね、見るからに古墳って感じやけどね。さっきのあの大きな石室見たんでね、どっから行くんだろうね。これは危ないわ。あれ上がっていくんか、そのね、道。あ、それも古墳かね。それも古墳かね。せやけど、案内図もないかわからへんな。どれが古墳だろう。どっから入りましょうか。入る道がなさそうやね。これを行けてか。これ古墳やな、見るからに。
やぶやね。道がないでございます。全然行けそうな道がないんだよね。ここ行けないか。よし、あら崖や。これは危ないな。これは行きませんわ。どうやったらあかんのやろ。道がないんですけどね。これもちょっとなんか入りそうないね。関係なるね。ほらそこにほら石組みが入られへんかね。やっぱりこれ大きな古墳やわ。これ石組みが見えてる。石も大きい石があるし、南海溝、こっちが南やね。あら大きな石が見えとんだけど、どこ入られへんのこれ。入られへんか。ほらあそこに、目の前に、こっちに開口しとんねやからね。いやどこ入られんのここ。そこ目の前に石見えとんだけど、残念やね。残念でございました。この格好ではドロドロになっとるわ。これじゃあかんわな。ジーパン入ってこないと。残念。はい、ありがとうございました。山口古墳全然入りませんでした。中も入ることできませんでした。また時間があったら格好してね、こんなとこ入っていけないね。まずちゃんとした格好してこなきませんな。残念でございました。今日は葛城の天皇墳でどこあんのかな。